はい、名後輩ということでね、予想をしていきたいと思います。秘密結社フェガム総帥ハッチーでございます。こちら、3連休海の日ですね。やとみの11レース、名古屋のね11レースですね。 SP2 競争ダート 2000m 戦ということで、まあ、3連休なんでね、まあ、月曜日、まあ、海の日、まあ、ハッピーマンデーですね。ここでもね重賞競争があるわけですね。まあ、そんなわけで今回はまあこういった形で考えております。軸はねちょっと迷ったんですが、2番のマイネルティプトン、こちらからいきたいと思います。前走がですね、南関東からの転入初戦でいきなり重賞2着と、まあここのね馬場に適性があるというようなところを見せてくれたというふうに言えると思います。まあ、もちろん南関東で十分通用するだけの賞金積み重ねてきていたから重賞出走となったわけで、まあ、その中でね4番人気2着人気以上に来まして、今回は鞍上強化岡部誠騎手ということで、まあ、このね一番信頼がおける騎手へ乗り換えてきたということは、まあ、ここは勝ちに来てるんだろうな、 こっちが、まあ、角田厩舎の本戦だろうなということで軸で考えたいと思います。そして紐がですね、1番の名村五郎、まあ、JRA 一勝クラスから転入3戦目、まあ、前走もね勝ってますし、今回もまあ期待をしておいてもいいのかなと。まあ、今回ね重賞でずっと走ってきたみたいなメンバーが少ない中でということで持ち時計上位で見てみました。そして6番ロッキーブレイブ、まあ、前走もね勝ってる、まあ、上り馬というか徐々に出世してきた馬です。まあ、重賞挑戦でどこまでやれるかというところですが、まあ、この馬も持ち時計上位と見ておきましょう。そして7番エッシャー、3走前重賞挑戦は4着と、まあ、構想と言っていいでしょう。このメンバーなら、まあ、その前にね柿椿記念交流重賞にも顔を出したりしている馬ですから期待度が高いと見るべきですね。まあ、そして9番アンタンスルフレ、まあ、この馬はね、まあ、上り馬に近い感じなんですが、持ち時計上位という形でこのメンバーの中でもそこそこの期待は持てるところと言えると思います。まあ、なのでね今回はこういった形で軸1頭紐4点狙ってみたいなというふうに思っています。まあ、そんなわけでねまたこういった形でやってきますんで、チャンネル登録の方もねぜひよろしくお願いいたします。まあ、メインチャンネルフェガム TV の方ではね、一口話ネタだったり重賞についての、ね、予想のポイントだったり集中から上げていきたいと思います。まあ、こちらでね重賞の買い目だったりオープン特別3歳2歳特別戦の予想 POG 一口話もろもろ取り上げておりますので、それぞれチャンネル登録の方ねぜひよろしくお願いいたします。以上ハッチーでした。